感じで、こんにちは、劇団スカシです。今日はですね、私みたいなバカでもできるレシピということで、そんな謙遜しないでください。あの以前あの、はい、ツナのマグロユッケ風みたいなのをやったじゃないですか。どんなの、どんなの、うん、混ぜて、ちょっとマグロユッケかもしれないみたいなのやったじゃないですか。今日はちょっとできるか心配なんですけど。いや、そんな謙遜しないでください。いや、優しい。生ハムをユッケ風に今日はアレンジしていこうというふうに思って。なるほど。普通のユッケになるって言い始めて作っちゃうと N つく。ああ、早くもうやろうよ。いや、なんだよ。さあ、では早速ユッケ風のレシピをやっていこうと思います。ではまずユッケといえば、はい、キュウリじゃないですか。あ、なんか細切りが乗っかってるイメージは。そうそうそう、あ、そういうのね。キュウリは半分洗いましょうか。1/2必要です、はい、で、生ハムは 50g。 今日は大変だからみんなにもやるようにしたいけど、キュウリを斜めに切っての縦の線で、私は達也さんはタレを作ってほしいんです、はい、コチュジャンを小さじ1、砂糖を小さじ1/4、醤油を小さじ1/2、ごま油適量、はい、私は生ハムを約 5mm の幅で千切りにしていきます。あー、生ハムってあんま切らないけど、それを切る。生ハムをそれによってユッケっぽくなるってことなんで。なるほど、そうね。そう、じゃあ俺応援。あ、そう、一番料理には得意な中田さんにやってもらうと、はいはい、甘えちゃうじゃん、はいはい、こっちがね。そう、うえー、うえー、フレッシュって言って、フレッシュ。まあ、生の料理だもんね。そうそうそう、ちょうどいい、ちょうどいい、生の料理だから。フレッシュ、うめーしって言って、うめーし。いいですね。キュウリの方の千切りの量もいい感じだし、タレの方も順調に進んでますね。はい、前川さんの 5mm が、それ8ミリじゃね。いや、でもさ、食感が大事じゃん。食感が。結局じゃあレシピ見しね。ニンニク適量です。卵も入れちゃっていい。卵まだです。卵まだ勝手なことしないでください。でもこんなんでできるんだったらすぐできちゃいますね。そう、こんぐらいでいい。あ、上手。お店のあれじゃない。出来上がった。いや、お店のあれ。お店もしかして、無理な。そう、もしかしてお店か。そう。もうこれはでもいいでしょ。ちょっとね、肉感も欲しいと思ってるから、勝手にね。そう、勝手に俺は持ってるから、勝手に思ってるから。それは。あいつやるよ。あ、調味料のやつに任せるとやるんだ。レシピ無視だよ。なんで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 。ほら。ああ、敵だ。できた。さすがです。はい、みんなぴったり。さあ、ではこの達也さんが今作ってくれたこちらにキュウリ1/2の千切り入れます。生ハムもゴルゴツ、ゴルゴツ、ゴルゴツって何。混ぜていきます。生ハムちょっとほぐせば。やっぱそうだよね。やっぱそうなんだろうなと思いながら見てた。でも俺には頼らないって言ってたから何も言わない。いやいや、でも言ってほしい時はあったよ。あるじゃん、それは。それはわかるじゃん。こいつらムカつくんだな。後からさ、なんかその俺言おうと思ったよ的なのをさ言われてもさ、それはだって、ね、こっちはさ先に言ってもらわなきゃわかんない。こっちは何の知識もないわけだから、ね、そうだよ。これなんでさ、なんかね、上略なのにさ、料理できます的なことをさ、誰が一番悪いのだ。やばい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 。監修が、監修が、なんでそんなにそういうことを言ってくる。監修が後からさ、なんかそのお前か。本当かと思った。本当かと思った。何本当かと思った。さあ、もうこれでほぼほぼ混ざったんで、これを盛り付けていくだけです。あ、もうそんな段階ですか。ご飯は？ご飯は？え、ご飯？え、違う、今日丼じゃないです。勝手に。いや、飯食うつもり。今日丼じゃないです。とどめて。その顔もう二度とやめた方がいい。僕が一個もないよ。俺の顔なんか損しかねえんだから。そんなことないよ。みんなの、いや、今コメントでもみんなそう、いや、そんなことないよ。そんなことないって言ってくれなかったらやべえじゃん。あれ、うまそうだな。結構ユッケになったんじゃない。ね、ちょっと雰囲気はすごくいいよ。はっ、あいつ言ったか。はっはっっていう。あはは、何やって、何やってんの。え、スクータイプ。スクータイプ、いけたい。はっ、はってなんだよ。よっ、はっ。さすが。そしてここ真ん中に、あいいね。あ、いいじゃない。できた、できた。最後そうじゃん、ごまを、ね、ごまを周りに振りかけて完成ですね。完成。できた。さあ、出来上がったのでみんなで食べていこうと思います。見た目もユッケだわ。
さあ、じゃあ卵を混ぜちゃいますね。お願いします。できますか？お願いします。きれい。あー、いいね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 。こういう感じで。私から言ってもいいですか？どうぞ。食べたいでしょ？ユッケなのかどうか。ユッケなのかどうかだよ。私ね、一個懸念点としては、私、そのキュウリがあんまり好きじゃない。いただきます。これユッケになってるんだよ。生ハムがなくなった。何になったの？ゴム。ゴム。ゴム。分かった。じゃあちょっと俺に食べさせてお願い。お願い。いや俺が本当の味を伝えるよみんなに。まずくはないんだけど。頼むよ。うん。俺はもう分かった。これが何か。冷やし中華。冷やし中華。完璧なる冷やし中華。冷やし中華になってます。負けないよ。食べてみてください。信じらんない。信じらんない。そんな誘導尋問に引っかかるような俺たちじゃないよな。生ハムなんかない。俺たち100万万パワーズはない。はい、まんまって言ってんじゃねえ。先に私のこの50万 A があいつ50万 B だな。ちょっとごめんごめん、50万 A に集中しすぎて味が全くなかった。なんでだよ。頼むよ。50万 A に集中する場所じゃねえだろ。いやこれ確かに、いやまあユッケって言われればユッケなんだけど、冷やし中華って言われれば冷やし中華。冷やし中華とユッケは別物じゃん。その両方であるなんてないでしょ。お前な、俺はもう25万 A。うわ、なんで俺たちに75万万パワーズか。いただきます。何の味？まず一個ちゃんと言いたい、しっかり言いたいのはユッケとは別のもの。冷やし中華というよりは冷麺に近いかなって感じがするから。あー、生ハムの香りがしっかりするからアジアとヨーロッパをつなぐ、まさにシルクロード。シルクロード。そんなような料理。これはシルクロード。ちょっとごめんごめん、ヨーロッパはどこに生ハム。生ハムの香りもちゃんと香ってくるから、まさにシルクロード。いや、あの一言で言うと美味しい。そういうことが言ってんの。冷やし中華より分かりづらくなったから。シルクロードだと。じゃあ、エムズポイントお願いします。エムズポイント今日の Today's エムズポイント70点。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。おお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 。何風って言ったら100点の。何風って言ったら100点。ああ、冷やし中華風。結局言われたら冷やし中華風と思ってたんだよ、結局は。この動画が、面白いと思った方は高評価、はい、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。我々はですね、こういうですね、私みたいな味が分かんない人間でもできるレシピを紹介したり、味分かんない人間が点数つけてるんだよ。紹介したり、なんか簡単にできるものを紹介したり、手の凝ったものも紹介したりしてるんで、ぜひあのこのチャンネルをあの明日もつまびらかに見てください。つまびらかだからもうみんなにはそう1から遡って見てほしい。そのセカンドもそうだし、うん、メインチャンネルもそう、うん、1から遡って見たら、うん、あーこの分かるじゃん、その我々の歩んできた道。道は分かる。そうクソみたいな泥をすすってたさ。そうクソみたいな泥をすすってた時代。それからそのね、行ってあーここ伸び悩んでんなみたいな時期から、あここをなんでこんなに見られてんだろう、同じなのにみたいな時期をその経てるわけじゃない、うん、その歴史を感じて、うん、今日の動画を見て、そうだね、成長しちょっとごめんなさい、泣いてんだよケンちゃん、うん、最近ねケンちゃんね涙もろいんです。締めの言葉言うときずっと泣いてるんだよ。成長知ってねえなと、お前ら何をやってきたんだお前らは、ということをみんな思いながら、それをさ魚にそのどういう気持ちで見ればいいのあなたは。いや、お前それはこっちも泣いちゃうよ。ごめん。視聴者としてそんな気持ちで言われてたら、俺たちだってさ、いやもうみんながもう放送に分からないから、もうそんな気持ちで今日みんな見てくれたんだ。そしたらなんで泣いてんのに。